こんにちは。竹沢投資塾の竹沢信之です。えー、今日はですね、スクリーニング入門ということで、SBI 証券の画面を実際にご覧いただきながら、SBI 証券、スクリーニングの技をご伝授していきたいと思います。まず、この SBI 証券では、こちらのですね、学ぶというメニューがあります。このトップページの、ここに学ぶとありますね。これをクリックしていただきますと、いろんなことが実は学べるんです。 で国内株式を学ぶ、外国株式を学ぶ、投資信託を学ぶ、債券投資を学ぶ、FX を学ぶ、先物オプションを学ぶ、金プラチナを学ぶ、<laughs> その他さまざまなメニューがございますが、実はこの今日お話しするスクリーニングも、ですねこの国内株式のここ、どの銘柄をいつ買えばいいのと、これを押していただき、ここ、スクリーニング機能を使って銘柄を選ぼうというボタンがあります。 これをクリックすることによって、スクリーニングの使い方のあらましがここで一通り学べるようになっておりますから、まずは基本の木、エロハの意のところから勉強したいという方は、ここを一度お読みいただければよろしいかと思います。今日は実際にスクリーニングを使って何ができるかというところを画面を使ってお話をしていきたいと思います。ではまず、スクリーニングの画面の入り方ですが、トップページのここ、スクリーニングというのがあります。ここから入っていただくか、もしくは、 国内株式の、ここ、銘柄スクリーニング。どこから入っていただいても、ここに飛びます。こちらがスクリーニングのメイン画面になります。スクリーニング対象は現在4,368の株及び ETF、投資信託などがこうあるわけですが、これ、ここにあります ETF、D とその他といった商品を外しますと、 純然たる個別株だけをスクリーニングすることができます本日現在3931の個別株があるということがわかりますでこれをですねここにあります検索条件を追加これを押していただくことによって様々な項目で希望する銘柄を探し出していくことができるわけですがまず項目として財務、コンセンサス、株価パフォーマンス、テクニカルその他と5つの大きな項目があります 財務っていうのはこの企業の業績であったり、あるいは貸借対象表のですね、この財務的なデータであったり、あるいは株価の指標であったり、数字的にまつわるもの、業績にまつわるものがここにあります。コンセンサスというのは目標です。アメリカ株ではまあガイダンスと言ったりしますけども、 この市場と、それから企業が、まあ、なんとなく合意しているような、まあ、なんとなくっては失礼ですけどね、まあ、はっきりと合意しているような、これぐらいいくだろうという見通しの数字がコンセンサスになります。株価パフォーマンスっていうのは株価に関連することであったり、あるいは時価総額、値上がり率、株価絡みの情報はここで検索できます。テクニカルっていうのは株価のチャートですね、チャートに関する様々な形状を検索することができます。その他っていうのは今月決算の会社とか、 あるいは今月株主の権利が確定する会社とかいうような項目を検索することができます。今日はまずですね、SBI のおすすめスクリーナーというものがあるので、それをご紹介していきたいと思います。SBI おすすめスクリーナー、実はこの1番から6番まで、6項目のスクリーニング項目をあらかじめ SBI が用意してくれてあるわけですが、この1番のこれを押してみましょう。すると、1番の項目、 これはどういうスクリーニングかというと、高配当銘柄の主力銘柄ということで、これは何を言ってるかというとですね、配当利回りが3%以上で、なおかつ時価総額がこれ100万円単位ですから、100億円以上、時価総額100億円以上のなおかつ配当利回りが3%以上の銘柄はどこですかというスクリーニングに対して、本日現在430ありますよと。 ということで、この430は、ある順番に並んでいるわけですが、これは何の順番でしょうか。配当利回りの高い順に並べ替えてみましょう。配当利回りを押してみます。すると3、3%の三菱食品から低い順に並べ替えられましたが、これ、高い順に並べ替えるにはもう一回これを押してみます。すると、配当利回り6.11%の、この会社8897、次に8890、このあたりは6%超えております。 こういうふうにして並べ替えることができます。このデータはこれ毎日変わっていってますから、同じ項目でも明日スクリーニングすると結果が変わってきたりします。今日現在は430銘柄ありますよということがわかります。二つ目、財務が健全で割安な銘柄ということで SBI のおすすめ。PBR が1倍割れですね。1倍以下。ROE が8%以上。自己資本比率50%以上。PR が10倍以下。 そして時価総額が250億円以上とある程度規模があってなおかつ財務も安定していてそしてなおかつ割安であるといったところがこの30銘柄になりますこのあたりも投資対象としては非常に面白いのではないかというふうに思いますさらに3つ目高成長銘柄これをしますと今度はパーが10倍以上とそして売上高成長率が10%以上 経常利益成長率が10%以上、過去3年売上高平均成長率が10%以上と、この4項目を全部満たしているのが、こちらの156名柄ありますよ。当然、これ、数字をですね、もう少し、例えば厳しくしてみましょう。売上高成長率は15%以上。すると、134に減りました。さらに、過去平均売上高成長率、これ20%にしてみましょう。 そうするとさっき130あったのが50に減りました。こういうふうにしてこの条件を厳しくしてあげると当然銘柄数も絞られますし、威力してあげるとまた銘柄数が広がってくるということでお気に入りの銘柄との出会いのようなものがですね、こうした項目でスクリーニングで出会っていくことができます。4つ目、20万円以下で、要は単元株買っても20万円以下で買える大型株ということで。 これ20万以,降以下になってますね。こういうことで現在235銘柄あります。さらに大型有料銘柄、高ベータ銘柄この6項目 SBI のスクリーニングがおすすめされてますのでまずこれご覧いただいてあとはマイスクリーナーといいまして自分独自のこの基準で銘柄を選びたいと。 といいうようよな場合もここれマイスクリーニングでで保存していくことができますそのあたりはまた今後スクリーニングいろんなスクリーニングの仕方がございますので詳しく解説していきたいと思います今日はまずスクリーニング入門ということでスクリーニングとはというものを理解していただければと思いましてこの動画を作りましたまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました